はい、皆さんこんにちは。てっちゃんのような時間です。ね、前回からこう色の話をさせてもらってるんですが、このてっちゃんのね、基本ね、5分以内なんですね。本当色の話し出すとね、あっという間ですね。もうね、次のね話をしようと思ったら、あ、もう5分かみたいなことになってしまうわけなんですが、まあちょっとね、今回も色の話続けていきます。で、まあ前回前々回とね、まあ色のお話いろいろしてきたわけなんですが、まあ建物に使う色、これあんまりね、色数増やさない方がいいです。もう何でもかんでもね、たくさん色使えばいいのか、そんなことないんですね。まあ2色ぐらい壁でね、色を使うことありますね。いわゆるツートンカラーっていうやつですね。まあ建物によってこういろいろありますが、まあ大体一般的にはまあね、こう下を濃い色持ってきて、上を薄い色みたいな、まあこんな感じですかね。ね、こんな感じのイメージが多いと思うんですが、まあこれで言うとね、例えばこの上下で2色ですよね。まあプラスこのサッシの色ね、これサッシ塗らないとか言いましたけど、アルミサッシの色で、これ入るんで3色ですね。でこれいわゆるアクセントカラー、ここに持っていくとそれで4色になってきます。まあここは屋根見えてませんが、屋根があれば屋根5色になりますね。でこうやって色数ってどんどん増えるんですが、それをね、まああえてもっとね、この雨戸の色とかなんやとかってこう色変えていくと、どんどん色のね、数が増えすぎて、あんまりね、こう落ち着きのないような感じになってしまう。ですから大体まあね、色を配色としては、まあ3色から4色ぐらいで、収まるぐらいのイメージを持っていただいたらいいかと思います。ね、塗らないところの色がまずあります。で、自分が決めたメインの色。で、まあそのサブ、ね、サブで決めた色。で、あとアクセントの色。まあこんな感じですね。で、まあ屋根はね、こう目立つところもあれば目立たないところもあります。で、屋根は正直ね、あんまりこうね、よっぽどこう、バーンとこう、傾斜があってね、目立つ屋根は別として、まあ一般的に屋根の場合ね、まあ下から見ても正直ね、微妙に色変えてもわかりません。黒っぽい色はもう黒にしか見えないとかね、なります。で、またかといって、屋根にね、白っぽい色ってあんまりないですね。遮熱塗料ってあるんですが、まあ遮熱塗料を塗るよりかもう真っ白の色塗った方が反射率高いなかって話なんですけど、まあ確かにそうなんですよね。でも屋根に真っ白塗ってしまうと周りの色、家がね、まぶしくて仕方ないですね。で、まあそんなもありますし、やっぱり汚れの問題もありますんで、一般の住宅ではあんまりね、屋根に薄い色は塗らないっていうのがね、まあ一般的ですね。はい、まあ最近はね、一般的でないような、デザイン住宅もたくさん出てきてますんでね。まああとは、色のコントラストがおかしくならないようにするね、上下の色、まあ例えばこのね、色でもそうですが、まあ上下でこういう配色、一般的には下が濃い色、上が薄い色ね、部屋の中でもそうですね、天井が白、壁がちょっと薄いグリーンね、で、床になるほど濃くなっている。まあ、これがまあ大体今までの、まあこう、まあ、基準って言いますかね、一般的なイメージ、常識的な感じだったんですが、これがやっぱりどんどんにね、今変わってきてます。こういう風なね、上下じゃなしに、こう逆に上がね、濃い色を使う住宅、あったりしますね。で、色の配色でもこうね、上下だけじゃなしに、こう縦に色をね、変える住宅なんかもね、アクセント入れてね、縦に変えるところなんかもこう出てきたりしてます。まあ本当にね、自由度は高いんですが、まあやはり言ってもね、隣近所に見える色なんで、まあそこだけはちょっと注意してください。ね、自分の家だから何塗ってもいいやんかっていうわけじゃないですね。やっぱりその街に調和するっていうね、割と周りの雰囲気がそうやっていろんなデザイン住宅があって、まあね、割とこうおしゃれな感じならまたそれもいいじゃないですか。でも周りがこう落ち着いた感じの色ばっかしのところにね、まあ、ポーンとこうあんまり派手な色塗ってしまうと、まあ、それはそれでこう街の景観を変えてしまうっていうことで、まあ、中にはね、自治会で、どんな色を塗るのかっていうことを決めたら報告しないといけないようなところもあります。まあそういったところはね、皆それぞれちょっと地域で、相談しながら